3、はい、犬ほどからお届け札幌人図鑑みなさんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはカメラマンの原田直樹さんです。原田直樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、原田さんがいつも使っているスタジオにお邪魔しております。はい、ようこそ。はい、ここが拠点ですね。何年ぶりだろう。いやもうね、7、8年ぶりかな。うん、以前年賀状の写真をここ撮らせていただきまして、はい、すっかり忘れていました撮影の機材がね、はい、後ろにいっぱいあります。わかりやすくするために置いておきました。あ、そうなんです、はい、そうなんです。天井が高くて、はい、これぐらい必要なんですね、やっぱり撮影のために、ね、必要です。ここでね、4.5 メートルぐらいあります、うん、はい、広いスタジオなんですね、はい。カメラマンの原田さん、本当にラジオ時代からお世話になっておりますが、こちらこそです。原田さんの、ライフストーリーも含めて今日はたっぷり伺っていきたいと思います、はい。3つのキーワードこちらになります。じゃん。函館に転校、自我に目覚める、頑張って母を助けたかった、みんなが笑顔だった。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに、子ども時代の話から伺っていきたいなと思うんですけど、はい、こういうね、まあ、カメラマンっていったらちょっと繊細なお仕事のジャンルに私の中では入ってるんですけど、うん、そんなお仕事の原田さんってどんな子だったのっていうあたりから教えてください。はいはいはい、子どもの頃はね、どっちつかずに目立ってるんだか目立ってないんだか分かんない感じのどっちつかずの子どもで、まあ、はい、ひ弱な感じの子どもでございました。はい、すっごいね、ママっ子だったんだって。そう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 、お姉ちゃんと、そう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 、ママっ子お姉ちゃん子って感じ。うん、ね、どっちかというとおとなしい男の子だったんだけど、うん、ずいぶん小学校でなんかね、4回も転校したそうですよね。はい、うん、そう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 、札幌市内で3回と、はい、で1回函館に転校しました。はい、この転機になったのが函館に転校した時ということなんですけど、うん、そう、小学校のね、5年生の頭で函館に転校して、はい、その時にね、ありえないんだけども、玄関、生徒の玄関に転校する日って、転校したことない人分かんないかもしれないけども、なんかね、やっぱ寂しい感じがするんだけども、はい、緊張感もあって、あ、はい、そしたらその日にまずね、2人、うん、クラスメイトがもう玄関に迎えに来てました。うん、粋な計らいの小学校、おはようみたいな、それが普通みたい。それで、はい、クラスメイトが案内をしてくれて、で教室に導かれ、だからすんなり入っていけた感じ。はい、札幌ではなかなかやらなかったこともトライしたって。1回も、そうですね、だから向こうで、そうそう、川で泳いだりとか、はい、釣りに行ったりとか、あとは栗、その辺の栗を取りに行ってとか、漫画見てとか、頭に栗が落ちてくるとかね、そういう、そういうのをやったりしましたね。はい、なんかそういうことで、それまでおとなしかった直樹くん、はい、ちょっとずつこう、今まで自分の中で潜在的にあった社交的な部分とか、はい、そういうのがすごく出てきたんじゃないかということ。そうそう、目覚めましたそこで、ね、有名な小学校だったそうですね。そうです、函館市立桔梗小学校という小学校で、うん、はい、ね、まああれですよ、グレーですよ。おう、グレーの拓郎さん、てる、うん、さんが私の後輩になります。後輩に当たる、はい、後輩に当たります。そういう名門小学校、名門小学校で、今函館のそうだね、観光地になってる、うん、だからグレーに関係するところであれば、うん、まずベスト5に入るんじゃない。おー、素晴らしい。アウンドっていうライブハウスと、ラッキーピエロ、桔梗小学校かな。本当ですか。いや本当に調べてみて。本当だから、小学校転校するって、うん、結構年代では大変なことだと思うんで、精神的な負担だと思うんですけれども、そうそうそう、今振り返ると良かったんじゃないか。そう、今振り返ると知らないところにこう飛び込んでいくその、ね、うん、勇気だったりとか、うん、あとは自分のことを分かってもらおうっていう気持ちというか、その行動が自然にできるようになったのかなっていう、そんな直樹くんでした、はい。その後中高進んでどんな少年だったんでしょうか。うん、中学生の頃は、はい、スポーツをした方がいいのかなって、男の子だし、思ってスポーツした方がいいのかなって。で、野球は球がちっちゃいからちょっと怖いぞと。
でバレーボールもジャンプ力ないし、うん、手痛いぞと手痛いぞと、うん、で思って、まあ、サッカーもちょっと自分のキャラじゃないぞと思って、うん、バスケ部に入りました。バスケ部に入りました。はい、背高いしいいんじゃない。入って、はい、そうですね、まあ、一応頑張りました。はい、でもあんまり試合に出れませんでした。うん、あんまりこうあの日の目を見なかった選手としてはそうだったらしいんですね。はい、でもう、うん、まあ部活終わって、大至急家帰って、で一生懸命ラジオ聞いてました。あ、そうラジオっ子だったんですって、うん、ラジオっ子でした。当時からオールナイトニッポンとかね。あ、まあ札幌で言えばアタックヤング。はいはいはい。ね、うん、もう本当黄金時代と言いますか。深夜放送、うん。うん。私もそうですけど覚えがありますが、その頃って言ったらもう音楽がないと一日が始まりもしないし、そう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 、終わりもしない。うん、でそのやっぱりネタ元は全部ラジオでしたよね。そうラジオで、であとは、うん、小林克也さんのやってる洋楽の番組とかね、はい、うん、それで聞いてましたよ。音楽好きの中学生はですね、高校に進んで今度放送部に入るの、うん、はい、はい、放送部に入りました、うん、放送部に入って、まあ、好きなレコードレコードですね、レコードかけたりとか、そう、うん、でもね CD、 僕の時代ねかろうじて CD 出てきたの。ちょっとここで今ヤングなところをアピールしてますけどね、あの、はい、うん、そうで CD もたまにCD もかけたりかけたりとかして、うん、まあ、番組を作り、うんうん、やってました。それで、うん、でもまあ地味でしょ、うん、放送局放送部って言ってもね、そうなんだって地味だったの、地味なんだ、地味なので、はい、なんとかモテたいと、うん、モテたいモテたいって思って、はい、まあ、ギターエレキギターを買い、はい、バンドを作り、はい、学校祭とかでやるわけですよ。ジャンル的にはどんなの？僕はね、そうそう、あのね、鮎川誠さんがすごく大好きなので、その当時からですか？そうです、僕中学生からです。あ、そう、うん、で鮎川さんの作られた曲などをコピーなどをしたりとかしながら、レモンティーとかやってたわけですよ。うん、今でも、うん、だってシーナンザロケッツさんは、うん、今もずっと交流があります、ね、うん、だから交流があってお世話にはなってるけども、うん、僕は一ファン、あ、一ファンとして、うんうんうん、あの接して向こうも、うん、まあ、向こうはなんとなくね、うん、あのどう思ってるかあれだけど、まあ、ちょっとファミリー的な感じで捉えてくださってる、うんうんうん、へえ、うん、ああいうのやってたんですね。そう、そういうのやってて、うん、でもまあ大したことなかったんで、いやいや、あのモテず、モテで、でもちょっとだけ、でもクラスメートには伝わらないんだけども、うんうん、まあ普段わからない後輩とかには若干ちょっとだけ、はい、原田先輩と言われながら、そうそうそう、少しだけね。そこでちょっと、ああやっぱりバンドもいいなっていう、うん、やっぱ音楽最高だなって思った高校時代でした、うん、はいはい、音楽三昧だったもう高校時代、はい、うん、そして卒業して今度は専門学校に入ります、うん、そうです、はい、でなんかね、なんだろう、ポスグラフィックの広告の、ね、ポスターとかでイラスト描いたりする人になりたいなとか思って、うん、はい、あんまり絵描けなかったんだけど、でも、うん、あのまあ、アート系のことをしたいと、うん、で思いまして、デザイン系の専門学校に入りました、うん、はい、うん、専門学校に入りますが、はい、ちょっとお家も大変だったんで途中で中退しちゃうんですよね。そうそう、でね、そうそう、自分でもねバイトしながらね、うん、ちょっと学校のお金とかもあのやってたんだけども、うん、ちょっと無理かなって思って、うん、まあでもそうだね、うん、一回休んじゃおうかなと思って休んじゃ、うん、はい、いましたね。休んじゃって働いたら、はいはいはい、仕事楽しいじゃないですか、はい、お仕事楽しい、ね、お仕事したら下でね、働いた分お給料出てくる、あの、うん、いただけるのって喜びですもんね。そうだから反社会人としてのちょっと喜びを感じちゃって、うんうん、どうすっかなと思って1年休学した後に辞めちゃいました。はい、うん、そうなんです。それからこういろいろフリーター生活が始まるわけ、うん、今でいうね、そうそう、今でいうフリーターみたいな生活、その当時はねフリーアルバイターって言ってた。フリーアルバイター、うん、じゃあここからフリーアルバイターとしますフリーアルバイターをいたしましたけれどもね、じゃあその頃の話を2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います、はい、2つ目こちらです、じゃん、じゃん。